They played us like a damn fiddle! Hey everyone, welcome back to Tears of Avia. So now we're gonna go to the tavern and... what's this? So anyways, I say to my boss, I say you want me to go to Helmgar? Yeah, I got distracted by this. Alone to that godless hellhole? And he's like, nah, you and Bruno can go. Hiccup. Can you believe it? No. Me and Bruno working a job together. I says, no, I ain't going. Boss gives me this look. Like he wants me to explain. I says, I ain't going with Bruno. No one wants to haul cargo with him. Let's just go. Nanigoyo. Yeah, okay. About finding the tears. 何か新しい発見はありましたか？呪文を売ってくれる店も図書館もありませんわ。この町は何なんですの？草原にモンスターが現れたらしい。戦争に怯えてるかもしれないけど、調べる価値はあると思う。どんなモンスターなの？ゾンビじゃないのは確かだ。エレメンタルがたくさん集まってるって。君は何か聞いたか？トルドレッドのこと以外は何も。東の方にモンスターが現れてきたと。それエレメンタルかもしれないな。草原より遠い場所の話をしていたと思いますけど。アララ州？アララ氏は確か評判が良くないところだったような。ヘルムガへ行く旅人が盗賊に襲われていると聞いた。守るべき名誉はないのか。戦争中だから簡単には動けそうにありません。鍛冶屋の息子さんの話を聞きましたか？いや、鍛冶屋の息子がどうしたんだ？ヘルムガ軍が森で不意打ちをして。なんて話だ。かわいそうね。戦争が始まったばかりなのに。戦争が早く終わるようにバラライル様に祈りましょう。助けることはできないのか？軍曹と話してみようか。東の方も大変なことになっているようですね。ま、俺らもこれから大変な目に遭うだろうが。アフレンさんの言う通りかも。もしかしてティアはそこに？ここで待っていてもティアは現れてくれないわ。ではアララシュへ行こうか。何か必要かい？話を続けて。Find and use the town teleporter, but I think we're supposed to talk to Miss Sergeant. Now, all these icon spot. So, at least it's now much easier to find buildings and I guess that teleporter. So, Sergeant. Konnichiwa. Sakebu hitsuyou wa nai. Eh? Kanari stress wo kanjiteiru darou ga, sakebu hitsuyou wa nai nda zo. Sumimasen. Dare to hanashiteiru n desu ka?どうやってここに。失礼。何の用だ。私は第80連隊所属の軍曹だ。立派な肩書きですね。軍曹と呼んでいい。北である敵との戦闘中、ティリグの兵舎に配置された。重大な任務が課せられたのですね。軍曹は事務仕事をするのが普通なのですか？
個人的な事情を話すつもりはない。私たちティリフに入ってから特に問題は起こしていませんよね。なぜ私たちを止めたんですか？この前私が何を言ったか覚えていないか？ヘルムガとの戦争でティリグを閉鎖した。我が軍とのつながりがなければ逮捕していたはずだ。難民を含む許可のないものを入れてはならない。でも私たちは戦争には関わっていませんよ。戦時中は皆が何らかの形で関わっている。お前たちを通すだけでも大将に処分されかねない。とはいえこのままなら気づかれないだろうな。整理しなければならない書類がたくさんあるから。連隊の行方を探す指示も出ていない。軍曹は書類を整理するのが普通なのでしょうか？数千人もの兵士を移動させるのは重要かつ大変な仕事なんだ。食べ物だけではなく薬品と、当たり前だが武器も必要だ。それに兵士と一般市民の士気を高く保つのは難しい。だから大将の怒りの矛先になったとしても、大将の役に立つのはとても光栄なこと。我が連隊から報告が早く届かないだろうか。自分をそんなに追い込まないでください。もし友達を探すことを手伝うことができれば教えてください。他に用はあるのか？寂しいですね、ここ。ティリグ軍を指揮するのは大将と私の役目。通常の活動エリアから離れた盗賊やエレメンタルなどを報告し把握する必要がある。慌てて買い占めている者たちがいるのは言うまでもない。トイレットペーパーを買い溜める理由はわからないがな。買い占めですか？そう、戦争のせいで大陸に不安が広がり旅人が襲われている。アララ市の盗賊はいつも迷惑をかけているな。軍は盗賊を止めることができないのですか？旅人を守るために部隊を配置できない。私たちにはできることは本当に何もないのですか？余裕もないしな。君たちの手を借りることができれば。しかし本当に手伝いたいのなら大将と話してくれ。まだ隣の部屋にいるはずだ。では私はこれで失礼する。Alright, I think this is the side quest to recruit Sergeant. Let's just call her Sergeant Minerva. Because she doesn't reveal her name. So let's give her a name. So Sergeant Minerva here is also a warrior tank. So we're gonna recruit her to the party. Sadly though, this side quest is gonna take a while to complete. But we must do the prep work right now. 軍曹と話しましたが、助けが必要だと伺いました。弊社にいるぼんやり頭から聞いたんだね。軍曹はぼんやり頭ではないと思いますが。軍曹は一生懸命頑張っています。な、失礼なことを言うかもしれませんが、軍曹も大将もかなりのストレスを抱えているようです。短期間でもいいから休んだ方がいいと思います。私は君の言う通りだ。もし軍曹がそんな話をしたのである、君を信頼できる。戦争を管理し王からの要望を聞くだけではなく、今の状況に加えて寝不足、
不満の矛先を軍曹に向けてしまっていることも認める。それに我が軍最強の連隊から連絡はない。1週間以上もだ。聞いたことはあります。神々の敬虔な信者だと伺っています。神殿で会うことができるのでしょうか。王は城でやり取りを監督している。運が良ければヘルムガが良くない立場にあることに気づき、何らかの平和条約を結ぶだろう。でなければヘルムガを滅ぼすしか道はない。国民は王様の判断を信じているから、正しい判断をすると思います。そのようなことを聞いて安心した。ティリグ王を支える者たちは多いが、裏切ろうとしている者もいるだろうから。うん、ずっと鬱陶しいと思っていたが、少しだけ気に入った。私が？ええ、少しだけね。え、そうでしたか。連隊の探索を手伝ってもらうかもしれない。連隊からの報告がなく、軍曹がイライラしているようです。お前の言う通りだ。ヘルムガへ向かっている連隊が道に迷ったと思っているんですか。それはありえない。第86部隊は偵察を専門としている。道に迷ったとすればとんでもない話だ。最後の報告を受けたのはいつでしたか。2週間前、荒良市で供給をしていた時だったと思う。私たちも荒良市へ向かう予定です。連隊を探すには軍曹の力を借りることができると思います。冒険者のパーティーに隠れ、最も信頼している軍曹を生かせてくれと言っているのか。ヘルムガが気づかないと思うか。もちろん大将が良ければの話ですが。いい考えではないか。え？では提案しよう。軍曹の調子が悪いことは明らかだ。本当なら戦場で力を発揮してほしい。そこで君たちは草原にあるエレメンタルを一掃してくれれば、軍曹と一緒にヘルムガ近くまで行かせてもいい。偵察なら軍曹は最も適した人材だ。そのため第86連隊に所属している。どうだ。そうですね。よし、ティリグに代わって感謝する。では南の丘周辺のエレメンタルを倒してくれ。終わったら報告してくれ。何が起こったのですか。 Okay, so I guess this side quest involves killing elementals. So, Sergeant would join the party. 軍曹さん、いいお知らせがあります。悪い、今なんて。エレメンタルを一掃するよう大将からの命令を受けました。それが終わったら一緒に旅ができそうです。どういう意味だ。大将は軍曹が仲間のことを心配していることを知っていると言いました。だから私たちと一緒に東へ向かいましょう。今のは大将の提案です。本当か。しかしなぜ。ヘルムガの状況を偵察してほしいようです。お前たちがヘルムガへ向かうなら、行方不明の連隊を探しに行くことができると思う。同感です。よし、終わったら大将に報告してくれ。わかりました。また後で会いましょう。ありがとう。Okay, I think we've been delayed long enough. Let's head out.
teleporter. Oh yeah, we have something to go to. Southern Fields, Part 1. Our heroes embark on a treacherous journey through these rolling hills. Do not be fooled by the lush appearance, for it is the land of monsters. They're the level 1/3, not gonna happen. Win after deploying one character only, not gonna happen. Clear the stage by deploying only priest, not gonna happen. Let's go! Wow! I finally arrived at the forest. The weather is good, isn't it? Yes, it's good weather. It's better than being here. Do you like Tirig? Yes, there are a lot of people everywhere. ここでリラックスできるでしょ。そうね。ほら、木の下で昼寝をすればいいんですわ。ここを簡単に渡ることができないようです。なぜかエレメンタルが興奮しています。誰かエレメンタルについて何か知りませんか？エレメンタルはレイネン様が作ったもので、この世を作り上げた要素の本質を具現化したものだと聞いているわ。エレメンタルを目にするのは珍しいの。通常なら何らかの大きな魔法の乱れが原因で形成されるから。原因は何でしょう？わからないけど気をつけなきゃね。地のエレメンタルは特に危険よ。地のエレメンタルは危険？地のエレメンタルはとても頑丈だから攻撃を跳ね返すの。なるほど。数は少ないからなんとか。待って、今の音を聞いた？何？ごきげんよう。ピクニック日和だな。悪魔。おっと、天気のことを話していただけなのに悪魔と呼ばれるなんてひどいじゃないか。出会ったばかりだ。仲良くしないかい？それに君たちは私が探しているものを持っているみたいだ。何のことですか？そうだね、ほら、価値の高い宝石とか。ティアのことを知ってる？ビレン会員？おや、失礼ね。自己紹介がまだだったね。だけど私のことを知っているようだ。私がずっと欲しかったものを持っているね。さあ、渡してくれないか？嫌です、下がりなさい。面白い交渉方法だな。どう返答しようか。そうだね、答えはノーだ。ティアを渡さないのなら力ずくでいただこう。待て、ディモンさん。ほう、数百年ぶりだな、お前に会うのは。名前は何だったっけ？デュモン？違うな。そうだそうだ、デュランタインだったな。え、デュランタイン？傷つけることは許さない。それはどうだろう。今日でなくても明日でなくても、いつかは君たちの相手をすることになるだろうさ。お前たちの夢が恐怖に変わるのを影から眺めていよう。ティアを探し出してもどうにもならない。近いうちに暗黒が必ずやってくる。逃げることは不可能だ。せいぜい天気がいいうちに
ピクニックでも楽しんでおけ。時が来れば死ぬんだからね。デモンさん、今のは説明しないといけないようだね。え、あなたは誰なの？騙してしまって申し訳ない。長い間ヴィレンカインから隠れていたんだ。私の名前はデュランタインだ。ヴィレンカインも私もティアを探しているが、君のような素質を持っていない。君たちが知っているデュモンは、まあ数百年間いろんな人物に姿を変えてきたんだ。数百年？ああ、あまり知られていない。命を伸ばす古代魔法を使ってね。その魔法を教えてください。本当に長生きしたければいつか教えよう。しかし数百年生きていると悪いことがたくさんある。好きな友達や町が年を取り、やがて消えていく。そんなことは誰にも経験してほしくない。なるほど、それはつらい。しかしなぜヴィレンカインから身を隠していたんですか？あいつが欲しいものを持っているからさ。君たちもだ。ティアのことですか？ああ、あいつはあと少しで手に入れるところだった。でも彼は去りましたよね。強力な悪魔なら私たちを倒してティアを奪うことができたはず。だが他のティアを見つけるには君の力が必要。すべてのティアを見つけたらまた現れる。その時になれば君たちも強くなっているだろう。とりあえずもっと強くなってくれ。Do it finally. Let's fight. So after that, well, interesting story. So it turns out the librarian is a young dude. That's almost 1,000 years old. So I'm not sure. I think he's either a mage or a priest, but I'm gonna guess he's a mage. Okay, so right now, good news, there's only 3 mobs here. These are elementals. Bad news, well, we're gonna start fighting. I see these tall 3 dudes here. They're earth elementals. They suck. So they're gonna cast some sort of reflect magic. So you damage them, you're gonna... Whoever attacks them, they're gonna get damage back. So I hate them. They suck. Let's do it. Yeah, I think this is a spellcaster, but I'm not sure. Okay. Yeah, we're gonna one-shot this, because look at the warrior's might here. Yep, it's dead. She can do a magic. Five. Yeah, we're gonna kill this. Can it move? Okay, skip. So again, guys, I'm not gonna hesitate to skip animations and as this enemy turns, just to make the fights faster, because it's just gonna get longer and longer from here on out. Should I deploy? Because this dude's dead. Let's get some nice arrows here. Get some accessories. Oh! So he did clear the level in one turn. I thought it was a big map, but that's cool. And yeah, the Earth Elementals did not
reflect damage back because I didn't let them cast their magic because we killed them all in one turn. So that's good. Oh wow, it's a lot of. Yeah, they gave a lot of XP. Yeah, we want to fill this tree because I want this AoE attacks. It's gonna be cool. There's a matter right there. Okay, so what do I need? Target? No, I don't need this. Word of Healing? No. This is the one I want, Sacred Word. So, what else? Cure Ailment. Holy target gains 5%. No. I think we can stop right here and we'll just go somewhere else for the skill tree. What else? Ritual of Ice, Ritual of Thunder. No. Yeah, I guess it won't matter enough for Momoko because I think we got all the skills that we want. Because keep in mind, we can only equip like 5, so it doesn't matter. Let's just pick whatever. Okay, for Reyna, we want at least to reach Comet Burst. So, because we want her to do AoE damage with her arrows. We have flashing arrows, so... Okay, Rapid Fire. Back in town. Let's check out our loot. Was 3 accessories, yep. An identify. Ooh, attack 600, that's up. Oh shit, these are good ones. So yeah, these are attack, so SP. So these two best given to basically a melee, a ranger, warrior, whatever. Let's see, 600. Yeah, let's give this ring to Lyra. Just remove this, because it's a weak-ass ring, 25 and 30. So Ruby rings give to Arena. Or wait. Yeah, sure, why not? We have to identify this, so let's waste the scroll. Oh nice! So intelligence and HP, it's a big boost. So either Momoko or Iris. I'll have to let's see. Okay, skip to Iris, because she's our offensive mage. Just keep in mind that Momoko is also an offensive mage. You can deal some good damage. Despite being also the main healer, so it's really good. Okay, where's the Bushlet Tavern? It's right here. So, but I think we get a new story, because again, we got this new guy here with us. Dulantine, I think? Here. Hajimemashite. でいいかな。はい。はじめまして。Sorry, I pronounced that wrong. So, デュモンディランタインさん、こんにちは。それともデュモンさんと呼ぶべきでしょうか。そうだね。君たちをひどい目に遭わせてしまって申し訳ない。私がなぜそうしたか分かってくれるといいけど。それと。もし君たちが良ければ許してほしい。普通は分からないと答えると思いますが、ディランタインさんに悪意はないと思います。だからディアチ様の恩恵に学び許します。でもデモンさんがいないと寂しくなりますね。もしかしたら自分の中に変な師匠がまだ少し残っているかもしれないな。あまり深い意味はありませんが、叫んでない方がいいと思います。私もそう思うよ。デュモンにさようならだ。叫ぶことで喉にかかった負担以外寂しくなるね。なぜトルドレッドの使者に扮していたんですか？ティアに関する情報を探しやすくするために変装したんだ。トルドレッドに来たのは静かで友好的な町だから。でなぜ司書に変装したかというと、本が本当に好きだったからさ。数百年もの間
多くの本を読んだよ。過剰に知識を得ることはないとは私のモットーだ。そんなところはデュモンと同じかな。聞きたいことがあればどうぞ何でも聞いてくれ。君たちに隠し事をする必要がなくなった。そう言っていただけると嬉しいです。私も本が好きなので分かります。草原では私たちを助けてくださりありがとうございます。感謝されるまでもありません。ヴィレンカインはどこかのタイミングで現れると思っていたんだ。だから初めて会った時に君たちを守ると。ヴィレンカインは強力な悪魔だろうけど君たちに危害を加えさせたりしない。私たちがティアを持っているからそう言っているということではありませんよね。正直言うと部分的にはそうだね。君たちの前にサイオンを求める者は何人もいた。しかしパーティーを組んでいる姿は初めてさ。こうして私が正体を表すのもね。聞きたいことはたくさんありますが頭が。そうだろうね。準備ができたら聞いてくれ。私を信じてほしい。何かよ。よっ、こんにちは。デュモンさんがデュランタインさんだったとは。デュモンさんがデュランタインだったなんて。トルドレッドのみんなは昔からデュモンさんを知っている。俺だって生まれてからずっとあの人を知ってるよ。しかも師匠だけじゃなくよろずやなんかも知っててさ。デュモンさんがいなくなるなんて寂しくなるな。デュモンさんに言われて預言者に会い悪魔が現れるとは。アフレンさんのことが心配です。言いたいことはわかるけど、デュモン、いやデュランタインは悪魔に会ってしまうことを予想できなかったと思う。呪文を解除するには残りのティアを見つける必要があるって言ってた。ヴィレンカインも。しかしなぜ呪文を唱えたか気になります。そのうちわかると思う。ここで別れる人がいると思いますか？いや、少なくとも俺は何も聞いていない。それにほらテーブルはいっぱいだ。必要があればみんなと話してどんな気持ちなのかを聞くのもいい。強力な悪魔と出会い、その上伝説の魔法使いに助けられることなんてめったにないからね。アフレンさんの言う通りですね。きっとサイオンを求める者と一緒に旅がしたいだと思う。だから信じてやってくれ。そうだといいけど。話を続けて。まったく、この旅はだんだん面白くなっていくわね。ええ、残念ながら。なぜ私を悩ませ続けるんだろう。デュモンさんが何者なのか説明してくれない？いや、何も言わなくていいわ。トルドレッドで買い物をしに行っただけなのにこんな大ごとに巻き込まれるとは。ええ、悪い夢のようです。ということは私たちと別れるんですか？普通ならそうさせてもらうところよ。でももしここで別れたら後で後悔してしまいそうね。ここにいるみんなは自分がどんなものと立ち向かうか分かっていると思う。あの悪魔はおとなしく引き下がるとは思えない。だから戦うしかない。でなければ世界が破滅するわ。
デュランタインが言っていた。才能とは何なのかって。ティアを見つける才能のことではないでしょうか。まあ理由があって預言者はサイオンを求めるものだと言ったんでしょう。それにあの師匠はどこか怪しいと思ってたわ。あれからデュモンさんと話しましたか。あのテーブルに座っていますよ。寂しそう。いいえ、でも離れたところに座ってもおかしくないわ。長い間嘘をついていたんだもの。誰かさんと同じように。そうですね、デュランタインさんだったとは知りませんでしたよ。そうかもね。不本意ながら一緒に旅を続けるつもりよ。何か必要かい？ふう、ヴィレンカインと戦わずに済んでよかったです。危ないところでした。ああ、同感だ。ところで、僕に別れるかどうかを聞こうと考えていると思うけど、そのつもりはないよ。訓練中だけど、ティリグの騎士だ。誓いを破るつもりはないし、守ると約束した人たちを放っておくつもりもない。手強い悪魔と戦うことになっても。いろいろありましたので、それを聞いてほっとしました。しかし。ん？どうかしましたか、カイさん。ヴィレンカインが夢で会うと言っていたことが気になる。その発言をどう解釈すべきか。私にもわかりませんが、単なる脅しかもしれません。そうかもしれないが、油断すべきでないと思う。今度いつ現れるかわからない。なあ、あとトルドレッドの司書がドゥランタインだったとは信じられないね。そうですね。沼でのモンスター大使がここまで進展するとは。ティアと共に何を見つけられるか気になる。とにかく最後まで付き合わせてもらおう。ラウルさん、大丈夫ですか？あれはすごかったよ。ええ、確かに。しかしまだ理解できないことがある。デュモンってあのデュランタインだったのか？本当に？俺ん？どうにかなりそうだぜ。ラウルさんがこんなに面白い人だったとは。そういうことじゃないんだ。俺はずっと前からデュモンを知っているんだぜ。ずっとずっと、多分俺が生まれた頃からよ。なのにあの図書館からデュモンがいなくなるなんて寂しいだろ。デュランタインさんは新しい師匠を見つけてくれると思いますよ。そうだね。頭はちょっとおかしかったが、面白い人だったよ。ええ、変わった人でしたね。噂をすれば、何か忘れ物ですの？アイリスさん。やめて！嘘をつかれて、沼でゾンビと戦って。まあ、一人だけで全員倒せましたけど。今度は年を取った預言者とやらがアビアのティアのことを話して、魔物たちから逃げる羽目になった。信用していた誰かさんが呪われた宝石を持っていたことを言い忘れた。これで2回目よ、嘘をつかれるのは。しかもアバロンって場所とその呪いは実在すると。それをなんで知っているかって、それを知ってる人が現れて私たちを救ったためですわ。
なぜ採用を求める者を信用できなくなったか分かりますわよね。アイリスさん、ごめんなさい。私、なんて言えばいいのか分かりません。もし帰りたいのであれば私は止めません。何を言っているんですの？あいつを倒せば有名になれるじゃない。でもエステラ中で有名だったのでは？無料の宣伝を断るわけにはいきませんわ。だからあなたと一緒に旅するのも悪くないと思って。アイリスさんは帰らないということでしょうか？騙されて怒ったのは確かだけど、あなたも騙されたんですのよね。しかもあのおっさんがデュランタインだったとはね。私も驚きました。沼へ行かせたのはあいつだったのでしょ？ええ、アフレンさんも私もあの宝石のことを全く知りませんでした。リモンさんには何かわかるかもしれませんので。じゃああなたも簡単に騙されていたんですのね。私も不安です。他に隠していることがなければ良いのですが。でもアイリスさんはもう怒ってないんですか？大丈夫よ。だけど他に隠し事があったら必ず見つけてやりますわ。 Okay, I think that's enough for now. I'll see you all next time. Yeah, we're gonna continue. I guess from here on is we're gonna fight God in the fields and fight elementals. Okay? Take it easy.